ていたのか。すまない、先ほどは他のことで気がそれていた。関宝鉄器、創業100年の老舗だ。何代にもわたり継承されてきたリーウェでも指折りの鍛冶屋だ。鍛造においては正確であること、そして勤勉であることが重要になる。武器を鍛造し鉱石を扱うことは実に根気のいる作業なんだ。鉄を打つ音は常人の耳にはうるさいものかもしれない。だがそれを楽しむことのできる者の耳には息を忘れるほどに集中力を研ぎ澄ませる鐘の音に聞こえるという。金属を叩くその音を聞くと無意識のうちに心が静まり落ち着き集中する。雑念が取り払われ全力を注ぎ込むことができる。得意というより情勢がそのような状況をもたらしたと言った方が正しい。戦乱の時代、武器は必要不可欠なものであった。リーウェの地脈は霊妙で、ありとあらゆる種類の希少な鉱石を産出する。そこから名称の宝器が生まれるのは当然のことだ。だが俺はやはり希少な石よりも巧みな技の方が優れたものだと思っている。真の名称は決して希少な鉱石にこだわることはない。旅人、これまでリーウェに来てクン家とウン家を聞いたことはあるか。クン家は歴史が古い鍛造一家だ。今でも子孫が本家の技術を受け継いでいる。そしてウン家の方はその一つの仕事にとどまらず様々な商売に手を広げている。精進を重ねるという家訓のもと、ウン家の子孫たちは様々な業界で活躍しているようだな。なんだ、お前も知り合いだったのか。リーウェの名役者である彼女は確かにウン家のものだ。彼女の一家は転業が早く、父の代から戯曲を専門とするようになった。時が経つにつれ人々はウン家の過去を忘れ、彼女の一家と鍛造業を結びつけることがなくなった。一族の変遷はリーウェの歴史において重要な要素だ。リーウェを訪れた際にはこれらの物語をゆっくりと聞いてみるといい。ならば読書が良い方法だろう。書籍の内容は時代を経るごとに少しずつ変わっていくが、本は人間の鏡とも言える。読書は良い娯楽であり実に有益なものだ。